2-4ケーキ様のご登場を、やっていくよ。ほう、攻撃が通用しないだと。ふむ、投擲でのみダメージが入るのかな？おお、なんか BGM がかっこいい。なるほど。ステージ1とは違ったボス戦だね。ドンキーコングでも蜂のボスだっけ？投げでのみダメージが入るボスがいたよね。お、攻撃パターンが変わった。避けにくい。この弾幕攻撃で残機を5つほど消費。避けにくい上に長い。避けられたか。なんでジャンプしたんや。この弾幕ほんと苦手。ジャンプのタイミングと強弱で対応しているけど、一瞬の油断が命取り。うわ、もったいないことをした。マジか。そろそろ勝ちたいな。さて、問題はここからだな。やはりここで被弾するんだよな。まだ諦めない。この攻撃も苦手。さっきはケーキ様に当たって、負けたからな。ケーキ様が落ちてくる位置は右、左の順番なのかな？この弾幕攻撃を耐えれば、
勝てそうだが。よし、なんとか回避できたな。あとは全部当てる。くそ、またこの攻撃か。お、また右か。ケーキ様が落ちてくる位置はランダムなんかな。よし、倒したぞ。とりあえず今回は、ここまで。ご視聴ありがとうございました。